平野ノシに民放ドラマ主演情報も人 CM の大好評で滝沢秀明、戸辺のテレビ戦略が見えてくる。昨今、平野ノシの活躍が目覚ましい。彼の最新のプロジェクト、戸辺は人 CM の大成功に続き滝沢秀明とのテレビ戦略に新たな可能性を切り開いている。元キング・ア・プリンスの一員としての経歴から滝沢秀明が率いる戸辺に移籍し、新グループナンバーアイを結成。 1>, 1月1日に発表されたファーストデジタルシングル、GOAT は大ヒットとなり、その成功が印象的だ。平野は単なるアイドルを超えて、高級ブランドであるルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約を果たし、イヴ・サンローランのビューティーライン、イヴ・サンローランボーテのアジア,アアンバサダーにも抜擢された。さらに、サントリーの新しいテレビ CM でジン・ミドリ SUUI のキャラクターとしても登場し、東京や大阪での大規模な広告が話題となった。 これまでのジャニーズ時代と比べ、平野の活動は多岐にわたり、大きなプロジェクトに取り組んでいる。通常、ジャニーズアイドルは数年にわたって大きな仕事に関わることは少なかったが、平野の成功はその通例を覆すものとなっている。特に注目すべきは、サントリーが平野に2つの CM を任せ、そのタイミングで2月7日に開催されたサントリー戦略説明会で人の拡大を発表したことだ。 緑 SUUI は主力商品であり、平野に対する期待は高まっている。一方で、平野ファンからは彼の姿をテレビ番組で見ることができない不満の声も上がっていた。しかし、平野の活動はこれに止まらない。所属する部は従来主に YouTube やパイクトークを活用していたが、今回の CM 出演をきっかけにテレビ出演が解禁されることになった。ドラマ主演の話も新たに浮上し、 関係が深い日本テレビのドラマが期待されている。また、ナンバーアイとしてバラエティ番組に出演する噂も広がっている。ミドリ SUUI の CM に出演している平野は、収益的にもテレビ局としても番組に出演させたいという意向があるようだ。2024年は再ブレイクの年になりそうで、平野だけでなく一部に所属する他のアーティストたちも活動の幅を広げている。 一部に所属する元キスマイの北山博光も、テレビ東京系の君が獣になる前にで主演を務め、同じく一部の元 V6 の三宅健も特番に出演。一部は3月に初のコンサート、リューヒーローズ、ケラトーブファーストスーパーリーブを東京ドームで開催する予定で、公演前後に所属アーティストを地上派のテレビ番組に頻繁に出演させる計画を進めている。 滝沢氏は広告代理店やテレビ局のスタッフと協力し、ナンバーアイのメンバーや三宅北山を中心にテレビ出演を増やす取り組みを進めている。2024年は男性アイドル市場に大きな変化をもたらす歴史的な年になるかもしれない。この流れの中で従来地上波で見かけなかったとのタレントたちが今年は頻繁に番組に出演する見込みだ。一方で、 旧ジャニーズ事務所の多くのタレントが新たな事務所と契約する予定だが、その本格指導は4月からとされている。滝沢人ととしては、それ以前に動くことで市場に新しい刺激を与えたいと考えているようだ。これからの数ヶ月で、平野や一部のアーティストたちがどのような活躍を見せるのか、我々は楽しみにしている。彼らの新たな一歩が、コミュニティにどのような影響をもたらすのか、期待と興奮が広がっている。